ビルッタノーバデルバッティスタは、イタリア共和国カンパニア州、アベッリーノ県にある人口約1600人の基礎自治体、アベッリーノ県北部のコムーネ。アリアーノ・イルピーノから南東へ約 7km、ベネベントから東へ約 32km、県とアベッリーノから北東へ約 38km、ホッチャから南西へ。 約5 0トル、州都ナポリから北北東へ約8 0トルの距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。この町が最初に文献に登場するのは13世紀のことで、当時はプルカリーノと記された。この名はバルカン半島の人々を指すブルガリに由来するバルグリネスという言葉が変化したものと考えられている。新しい村を意味する ビリノバに村の守護聖人にちなんだデル・ボティスタが加えられた現在の地名は16世紀に登場する。この村はしばしば地震に見舞われた。20世紀以降では1930年1962年1980年に地震による被害を受けている。広域行政組織である山岳部共同体、ウフィタ山岳部共同体を構成するコムーネの一つである。 ありがとうございます。